新苫小牧駅は、北海道苫小牧市一本松町にあった、苫小牧港開発が運営していた、貨物線の貨物駅。1975年の新苫小牧駅と、周囲、約2キロメートル1 5キロメートル範囲。上の3本が、室蘭本線追い分け方面及び、日高本線遊仏方面。写真中央に赤い屋根の当駅舎、その右方に留置、仕分け線。 写真左側に、苫小牧奏車場と、石炭不登校協輪行線の中野駅。東駅と国鉄線との間の空地には、後に国鉄側の留置線が数本付設され、こちらは現在まで残されている。1968年の計画段階では、右下の木工団地と水面貯木所へ、中野駅と東駅の連絡線の東駅車付近から、 木工団地公共林光線を伸ばして付設する予定であったが、再三面から取り留めになった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成日本国有鉄道及び日本貨物鉄道の苫小牧総車場から約 1km 東側に、あり、同総車場間、及び総車場南東側に設けられた。 苫小コ市営公共臨港線石炭不当線の総車場間にそれぞれ連絡線が敷かれて接続していた。港内生炭港湾側に駅舎、東側に総車場を有していた。駅南側には倉庫が多い。ありがとうございます。